卒業。3月下旬、あっけなく一人の落第生も出さず、全員が卒業となった。辛い思い出ばかりの校舎を後にして、抱きかかえた卒業アルバムを帰りの列車の中で大判の茶封筒からそっと出してみた。その封書の中には、学校のパンフレットや学校の雑誌、郵便なども他に入っていた。でも清重がどうしてももう一度見たかったのは玲子の姿だった。これまで彼女の写真を見たこともなかった。彼女のクラスの3年 A 組の写真を彼は開き、そのサタンに女性たちが並んでいたが、その最前列に玲子の姿が見られた。カメラにはどこか心がそこにあらずというような魂の抜けたようなうつむきがちの顔が捉えられていた。整った顔ではあるが、いつもの近づきがたい神々しい雰囲気もなく、他の女性との間に置き忘れられているように座っていた。その晩、思いあぐねた末に彼は手紙を玲子に書いた。アルバムの一番後ろに名簿が住所付きで記録してあったのだ。最後のこの完全な別れとなった今、どうしても彼女に知らせたいことがあった。もちろん彼女を愛していることだった。ずっと美術室で見た時から彼女に恋焦がれていた。その他の言い方がないほど、いつも彼女のことを気にしていて忘れたことがなかった。この気持ちを下手な文字で、情けない言葉で、語彙をも書いて封筒に入れて、その日のうちに投函した。迷ったが、自分の名前も住所もとうとう書けなかった。それでも奇跡が発生して、自分が送ったことを彼女には理解できて、しかも返事が来ることをどこかで期待しているのであった。もちろん返事はいつまで経っても来なかった。